梶ヶ谷拓哉です。今日は皆さんに写真をまとめて選択する効率のいい方法っていうのを紹介したいと思います。まずですね、写真ですね、スクリーンショット撮ったりとか、あとまあいろんなこう風景、料理を撮ったりとかでですね、何枚か撮るので、結構もういらない写真というかですね、削除してもいい写真というのが増えてきている時期じゃないかなと思いますので、一番いい方法をちょっと紹介したいと思うんですけども、まず、写真アプリを開きます。はい、でこんな感じですね。例えばこの写真をいらないよという時はですね、皆さんやられてるなっていう方法で言うと、1個表示して右下のこのゴミ箱のボタンですね、を押して削除するっていう方法と、あとこの状態でですね、右上の選択というのを押して、でいらないものをこう、選択していって、でこの右下のゴミ箱のボタンを押して削除するっていう方法があるんですけども、実はですね、これ以外の方法がありまして、これですね、確か記憶が正しかったとすると1年半ぐらい前か2年半前ですかね、なんかそこら辺でついた機能なんですけど、iOS 8とかなんかそこら辺だったような気がしたんですけど、選択するときにですね、なぞるとなぞったとか全部選択できるっていう機能があるんですよ。例えばですね、これ一番上の列こうなぞったらなぞった通りにこう選択される、でこの列この列みたいな感じでなぞったらその列が選択されるっていうのがあるので、だからこれいらないなっていうやつはもう結構こう簡単にやってもらったらいいです。で、これコツがあるんですよ。コツとしては、最初の人なでは人なぞりは縦ダメなんですよ。これ縦はこの上と下のこのスクロールに使うための動作なので、最初はもう必ずちょっと横に行かなきゃダメです。こういうふうに横に行ったらこういうふうになりますんで、で横に行った後にこっから下全部やりたいっていう時はこのままやったら全部になりますんで、っていうような感じでやってもらえれば、写真とかですね、本当これは意外とこう気づかなかったけど、このこっからここまでの範囲消したいみたいな時もすごく便利だったとかもしますし、はい、でここの列だけ抜かして他行きたい時もこれで反映していただきたりとかするので、これ意外と知らない方が多いんじゃないかなという気がしましたので、紹介させてもらいました。あとですね、今これ項目として表示してたこの写真は、僕が iPhone6 を買うために Apple Store 銀座に10日間並んだ時の写真ですね。ちょっと紹介すると、一回とんでもない量の雨降ってきたみたいな時ありまして、これもほんと写真で見てもある程度わかるんじゃないぐらいのとんでもない雨降ってきたんですけど、この結果こういう状態になるっていうこととかもありまして、本当に10日間並ぶっていうのは大変なんだなっていうのを改めて実感した写真ですね。これは特にこれもそれを思い出す写真です。あと、いろんな先輩方が来ていただいたりとかっていうのもちっちゃいちゃ写ってますけども、みたいな感じで、はい、こんな感じですね。梶ヶ谷電機店の方では、家電製品全般の情報ですね、 iPhone ももちろんそうですし、家電製品全般の情報を提供してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。